愛媛のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは1番の徳重健太、ディフェンスは4バックです。右から23番三原、2番の鈴木、37番の森下、27番の高木が左に入っています。ダブルボランチは20番の矢田と16番の田中宏人、トップ下には6番の佐々木が入って11番の近藤と10番の小原、18番には新光平がワントップで入っています。対する岐阜です。ゴールキーパーは桐畑和志、ディフェンスは3バック、藤谷が戻ってきました。そして中央には服部と予想しています。そして30番の宇賀神、10番の庄司と42番の柏木、右には44番の菊池、左には7番の村田、ツーシャドウは15番の田中と38番の藤岡、ワントップに山内と予想しています。前を使ってここの小原です。通りました。前を向いてカットインもあるぞ。右足振り抜いた、こぼれ球佐々木、決定機まだあります。ヘディング、その後近藤が拾う、浮かせた、死んだ。愛媛先制、前半10分近藤の浮き球のパス、決めたのは新光平。難しい体勢でした。愛しきるのようなそんな形になりましたが、見事枠に入れました新光平です。岐阜は2本です。愛媛の近藤走る、オフサイドありません。さあ一気にチャンスになった。近藤が持っていて左足のシュート、ゴールキーパーの桐畑が掴んでいます。菊池、クロスが入った、田中、その後です。最後久保田のシュート、決まった。岐阜同点。混戦の中最後決めたのは久保田か。途中出場の久保田が右手を突き上げます。菊池のクロス、田中が潰れて、この後矢田が触りました。ですのでオンプレー、最後は久保田がディフェンスに合いながらなんとか押し込んだ。ですがボールをつないで村田対三原、村田抜けた、今度は右足持ち替えてクロス、田中純也、枠だ、まだあります。田中のヘディング、シュートを打った村田ですが、田中のトラップでハンドになりました。最後チャンスを迎えた岐阜ですが、あと本当に数センチした。スルーをして、またスルーをして久保田です。さあ1対1の局面、持ち込んで左足のシュート、ディフェンスに合いました。さあ佐々木匠が前に運んでいく、逆にカウンターのチャンスは愛媛。佐々木匠、中に運んで左へ、右足のシュートだ、遠目から狙っていきました。そして岐阜の選手も準備を始めました。さあこのボール、愛媛はシュートを狙った、佐々木だ、ゴールポストに当たりました。かなり遠い位置から狙いました。この後佐々木はもうゴールしか。近藤が送らせて奪った、横谷から大沢、大沢トラップしてシュートだ、桐畑、また石津が奪い返す。柏木、柏木から運動か、折り返し、シュートまではいけませんでした。矢田に対してプレスに行って奪った。さあ石津、石津が狙う、ゴールキーパーの徳重が掴んでいます。フレイレが前に送った、ここで試合終了のホイッスル。愛媛対岐阜の一戦、両チームの選手倒れるまで走り切りましたが、1対1のドロー。